こんにちは、藤田です。今回は料理レシピ通りに料理を作るメリットという話をしていきたいと思います。実は私はですね、料理好きで、いわゆるレシピ本とかですね、テレビの料理番組をですね、参考に料理を作るのが好きです。特にですね、料理本は結構好きで、結構ですね、レシピ本を持ってます。はい、今回の動画でお伝えする内容です。レシピを見て料理をするデメリット、料理ビギナーにレシピ本が必要な理由、私が料理レシピを使う理由、こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、レシピを見て料理をする デメリットということで、料理レシピをですね、参考にして料理をすることをですね、否定する人の意見でですね、美味しくないものができるとかですね、また再度ですね、作ろうという料理がほとんどできないっていうのがですね、最近聞いたんですけど、多分、ここで言われているレシピっていうのはですね、クックパッドみたいなレシピだと思いますね。クックパッドさんはですね、クックパッドさんのレシピは検索結果の上位に表示されるっていうだけであってですね、ちょっと料理ができる人に言わせればですね、およそ参考にするべきものではないと思います。ですのでですね、まともなレシピ、例えばですね、書店で売っているようなですね、レシピ本のような場合はですね、いいレシピを作る料理家も多いですから、完全否定するようなことはですね、ないと思うんですよね。もちろんですね、そういった本屋で買えるレシピ本であっても、そもそもですね、他人の作ったレシピですから、作ってみないとですね、美味しいかどうかっていうのは分かりませんし、自分の好みかっていうのもですね、分かんないと思うんですよね。実際に作ってみてですね、気に入ったレシピがあったらですね、自分のレパートリーにですね、入れればいいと思いますし、事実ですね、美味しいレシピっていうのはですね、結構見つかります。少なくともですね、私の場合はそうです。レシピを見ながらですね、料理する問題っていうのはですね、特に最初はですね、文章と写真だけなのでですね、料理のイメージが湧かなくてですね、いわゆる人間の感性が活かせないっていうところなんですよね。で、これはですね、動画、つまりテレビなんかをはじめとするですね、動画の場合でもですね、やっぱり、自分でやってみないとですね、感性が活かせないっていうのは事実なんですね。これ私なりに表現するとですね、レシピに振り回されているっていう感じなんで、自分の感性をですね、活かして作ってないっていう感じなんですよね。ただこれもですね、同じ料理をですね、何度か作ればですね、解消される問題ですし、そういうふうにしないとやっぱり自分のものにはですね、ならないんじゃないかと思います。はい、料理ビギナーにレシピが必要な理由っていうことで、繰り返しになりますがですね、クックパッドはですね、おすすめしません。批判になりますけど、あそこのレシピはですね、言ってしまえば手抜きレシピですね。いくら作ってもですね、料理はうまくならないと思います。いわゆるですね、料理の基礎的なことがですね、あそこではですね、なかなか覚えられないっていうことですね。で、私のですね、おすすめはですね、決まった料理家、つまりですね、先生ですね、その先生を選んで、その先生の料理方法だけをですね、集中的に真似する方法ですね。できればですね、テレビの料理番組でなんかでですね、先生が出演されているような場合がですね、結構おすすめなんですけど、個人的にはですね、上沼恵美子のおしゃべりクッキングっていう料理番組があるんですけど、和洋中の先生、3人の先生がいらっしゃってですね、交代で週5回登場されて、で3人いらっしゃるんで、1回登場される週と2回登場される週があるんですけど、この3人の先生のが結構おすすめですね。辻調理師専門学校のですね、先生で、結構すごい先生ばっかりです。いわゆる、この方々はですね、プロなんで、レシピもですね、料理研究家というですね、ちょっと批判的ですけど、私に言わせればですね、アマチュアに毛が生えたですね、方とはですね、一線を画しているんですよね。話戻しますが、一人の先生の料理のやり方にですね、注目していると、いわゆるですね、パターンみたいなものが分かってくるんですね。
真似をしているうちにですね、それを習得できるようになります。そこまでいくと自分で適当に 何も見ないで作れるようになったりですね、あるいはレシピを使う場合でもですね、手順をですねしっかり見なくても材料だけ見ただけでですね、なんとなくですね作ったりできるようになってきます。はい、私がですね料理レシピを使う理由ということで、私がですねレシピを見ないで料理することはですねほとんどありません。理由はですね、新しい料理をですね覚えたいからなんですね。加えて、ほぼ自炊で、コロナ禍でなくてもほとんど外食とかですね中食はしないので、自分のレパートリーだけだとですねすぐに飽きちゃいます。いわゆる毎日真面目にですね料理をしている主婦の方でもですね、基本レパートリーってですね20種類ぐらいじゃないでしょうか。この数ですとですね、毎日自炊してですね自宅で食べているとですね普通に飽きると思います。コロナ禍の川柳だったかですね SNS のつぶやきだったか忘れたんですけど、主婦のつぶやきでですね、自分の料理に自分が一番飽きているっていうのがあったんですけど、もうまさにこれだと思いますね。もちろんですね、普段の食事が外食、中食、デリバリーなんかが多くてですね、たまに自炊するぐらいでしたら20種類ぐらいのレパートリーでもですね、いいかもしれませんけど、ちょっと私には無理です。はい、私はですね、健康はですね、食事が9割と思っているぐらいなんで、ここだけ、つまりですね、料理だけはですね、時間がかかってもですね、絶対に手抜きする部分ではないと思ってます。はい、副業への一言っていうことで、独身の方がですね、副業なんかしてですね時間がなくなると、外食中食が増えると思います。ただですね、やはりいいパフォーマンスでですね作業をすることを考えた場合はですね、やはりそれはですねあまりお勧めできません。私のようにですね、料理が趣味じゃなくてもですね、手抜きでも自炊をした方がですね、美味しいですし、体にもいいです。今はですね、いろんな情報がですね、溢れてますんで、手抜きでストックできて時間かからないっていう自炊もですね、十分可能だと思うので、ぜひトライしてみてください。はい、今回は以上です。今回の内容、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひそちらからもご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。